こんにちは、ヴィンセントです。裏神秘の次元をマトリフを使ったアトリパでやっていきたいと思います。マトリフに光、アトリにサツキ、アキネにイノスケ、ラフィーネにアマージュ、ジルレガートにフラク。これ代用はいくらでもあります。フレンドのアトリには10連ガチャドラ採用しています。でラフィネの変身、最終段階の変身までは指が短いので、マトリフの時間延長を使ってやっていきます。で一応マトリフにはヒカリの武器つけてるんで、時間がだいぶ長くなってるんで、まあ結構余裕はあります。こんな感じでまあ普通に倒せますね。でアトリが変身さえすると、もう耐久力もものすごい耐久力になるんで、まあそんなに攻撃できなくても攻撃は耐えていけます。この辺はなんで焦らずに、まあスキルチャージだけ意識しながらで、まあ耐久も全部消して、欠損だけさせないように、消し忘れだけ気をつければいいと思います。4700倍ぐらいの威力に種属性も風属性もほぼほぼカンストしますね。相当な高火力です。で、この編成だと耐性は、お邪魔だけがないんですけど、アトリのスキルが結構盤面変えてくれるんで、お邪魔なくてもそんなに問題ないかなと思いました。で、ラフィーネの変身、最終変身まで行くと、このパーティーだと40秒の、指の時間になってます。で、アトリには消せない回復の玉ドラをつけてるんで、まあ、4ゲシをしっかり組んで、この闇も、回復させていきます。まあ、終始ルーレットが鬱陶しいダンジョンにはなるんで、まあ、セシリアあたりとかもう1枚ルーレットあるとよりストレスはないんですけど、まあ、スキルも少ないんで、今回はジルレガートを持ってきてます。別に、もう裏神秘の次元とかはそんなに難しくないですね。こういう強い編成でやると、まあ替えはいくらでも効くんで、まあ自由枠、まあ、アキネも別に飽きぬじゃなくても、まあ、イノスケの武器とかだけ持ってきて、あの8面らへんの連チャンで出てくるダメージ吸収連チャンで出てくるとこだけ使えばいいのかなと思います。でロックは鬱陶しいんで、このフラックの L 字の武器で解除していきます。まあ、マトリフはもう変身、ラフィーネが変身まで行くと基本的に使い道はない
かなと思いますね。まあ、特にこのパーティーだとジェルネガードと覚醒無効の回復が被っちゃってるんで、まあ、他の武器つけてもパズルが上手い人は他の武器つけてもいいと思います。でここ超暗闇が厄介なんで、まあ、できれば3個十字組んでもう最初に回復すると一番理想ですよね。こうやって結構暗闇落ちてきたりとかでロックされたりとかで結構調子がぐだっちゃうんで、まあ初手でもし解除できるならその方が理想ですね。で無効貫通タマドラがラフィーネとジェルネガートの2枚だけになって、で無効貫通の敵はちょっと時間がかかりがちかなって感じですね。でまあルーレットが打って鬱陶しい時、まあ、ラフィーネそこで溜まってない場合も、まあ、76なんで、端っこの方で組めばそれなりに組めるのかなっていうとこですね。それで耐久さえ別にできればラフィーネ溜まった時に使えばいいですし、ある程度組めばもうそれで倒せちゃいますしね。ここでイノスケの武器を使います。ルーレットが右の方にあると左の方から組みやすいんで、右利きの人はやっぱり左の方から多分組む人が多いと思うんで、ルーレットが左の方にあると結構組みにくいなーっていう風に思ってます。でアトリは結構そのまあ消す4消しする量にもいるんですけど、固定ダメージが高いんで、これも片方770万だったかな。地味に固定ダメージが高いっていうのは嬉しいです。あとアトリはラフィーネとかと違って4ゲッシュする量で火力がめちゃめちゃ変わってくるんで、ある意味調整ができるのも結構いいところかなと思いますね。ただ76で毎回4ゲッシュを対応にするっていうのは結構疲れて途中ぐだったりもするんで、注意しないと消し忘れとかでやられちゃったりっていうのは怖いところですね。でここで10ターン攻撃力低下させられてて、この時思ったのがパーティー自体の攻撃力エンハンスを持ってなくって、イノスケの武器しか多分ないんですよね。これアプリ火力が高いんで、まあ、1800倍でもこれぐらいの、まあ、結構普通に攻撃できるんですけど、エンハンス枠はやっぱ一人欲しいですね。パーティー自体のエンハンス、まあ、本当に適当に組んじゃってるんで結構適当な編成なんですけど、エンハンスはやっぱ欲しいですね。まあ、攻撃下がってても4700倍出すとアプリとか今カンストしてましたね。
こマッハも本当はリダチェン食らうんですけど、もう最初にリダチェンしてるんで食らわないのも地味にいいですね。かけて攻撃高かったら多分ワンパンできるんですよね、全部カンストさせれば。マトリフを持ってこないと最初ラフィーネが変身するまでの安定が結構かけるかなと思いますね。まあよっぽどパズル上手い人だったらいいかもしれないですけど、やっぱ難しいのって変身パって変身するまでがやっぱり圧倒的に難しいと思うんで、マトリフを使うことによってそこがこのパーティーではかなり、うん、安定するかなと思いますね。でアプリのスキルが結構使わなくてもいい場面が多いので、裏のスキルを貯めれるっていうのもアプリの強み、片方のアプリだけ使い続けるっていう風で全然賄えたりするんで、まあ、当然ダンジョンによっては違うかもしれないですけど、でここで伊之助の武器が溜まったんで、やっと攻撃のエンハンスをかけています。でここ本当後々閉まったと思ったんですけど、フレンドのたまた10連ガチャドラの武器使って4つのルーレットが鬱陶しかったんで、ヘイストかけてラフィーネ変身じゃないスキル使っているんですけど、この後のボスのアルバートが、場合によっては青のアルバートだったかなが、ダメージ吸収無効とか覚醒無効とか結構ややこしいことしてくるんで、10連ガチャドラの武器は使わずに貯めておいた方が間違いなく良かったですね。これ全然時間待ってくれるんで、ゆっくり倒せばいいですね、ここは。で、今回はこうやって、多分一番楽な、何にもしてこないんで、やつだったんでよかったですけど。で結構なヒットポイントあったよなーって記憶と、無効貫通玉ドラが2枚しかついてないのとでどうなんだろうなーって思ったんですけど、火力的にはやっぱめちゃくちゃ高いんで、無効貫通玉ドラ2枚しかついてなくても4700枚前出すともうこんぐらい一気に削れちゃうんで、まあ2枚入れるだけで十分ですね。
なんで本当に半分ぐらいのターン数で全然削れちゃうっていう感じです。はい、こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。